さん、タップ。シャイシャイタップ。はい、大丈夫。はい。最終日土曜日企画。とうとう。早かったですね、1ヶ月。早かったですね。何やりました？食べた。ということで、今日は原宿に来てます。そして、竹下通りです。で、今日は竹下通りの3つの店舗で、ね、視聴者さんにちょっと、はい、店舗数発表したと思います。1店舗目、カルビープラス。1店舗目が、コムクレープ。で、最後、ザクザクさんってお店です。ザクザク。すごい、多分みんなもう、原宿通ったらそこだけ匂いがすごい甘い。じゃあ1店舗目の今ここで回したいと思います。ルーレットの方、運も運もみんな聞いて、運も実力のうちですから、それも運で叩かれる男、はい、運で叩、ね、く YouTuber でそれどうなのはぁ、あ、いきます。スタート。さあ何が出る、ポテトチップス北海道バター味です。一応一番重くなってます。あバター味、はい、バター味、北海道バター味回します。さあ前回はね、結構大差は出ないように作ってありました。ポテチチョロ、ポテチョロ、あーチェロ、はい、行きまーす。ズクシポテトチップス北海道バター。おー一緒ですね。行きます。さあ、行くポテリコさ、結構あ、ポテリコサラダ、ちゃんとみんな違う。ポテリコさ、量が負けた。早い、早い、まだ分かんない。では、買っていきたいと思います。それでは、行きます。はい、ということで、ちょっとね、前回と同様、メニューがなかったし、北海道バター味なかったんで、チーズにしました。これめっちゃちっちゃない？ちょっとやばいね、これ。ワンちゃん一口。ワンちゃん一口だけど。それでは、皆さん、うん、いきます。よ、はい。さあ、いただきます。2秒。いつもクッキー。やば。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。とりあえずルーレット回します。いちごクッキー&ミニクレープ。ベーコンスペシャルクーパー。クーパー。出だしは好調。運が良かったってことで、まあゆっくり行きましょう。次は僕の大好きなクレープです。はい、ということで、コンクレープさん。はい、ということで。タックン、タックンを追いかけっこで、でも原宿を失踪しております。エビです。いちごクッキークレープです。やばい着いた。皆さん、泣いております。なぜか、何だと思いますか。なんと、お作りに8分かな。まあ、大体8分以上時間かかると流せろ。ね、やっぱ僕はね、やっぱ塞がいちゃうんだよね、強いから。これ多分これ全員死ぬとか。おお、だからこれは皆さん平等になるぞ。はい、ということでね、なんで4人全員一緒に扱えるということで、それではいいですか、準備。いいっすよ、ここからスタートです。ここから用意スタートっていう。1店舗目はただの食事とか。それではいきます、用意スタート。いただきます、いただきます。うん、あー、スパイス負けねえぞ。はい、というわけで、とりあえずね、最後の食べます、いただきます。ということで、最後飲み込んで終了です。終わった、終わったよ。あ、
お前ら違う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 、お前何歩いてんだ、ね、さっきね、いや、そう将棋の見なって俺ガツって言ったのよ。それも、うん、それもう入れないぐらい喉に詰まって地獄やつ地獄やつ、ソフトクリームのコーンです。ソフトクリームコーン。え、待って、お嫌なよ。というわけで、取れてませんでした。申し訳ございません。申し訳ございません。一応なんですけど、1位で俺より先に全然早くエビくんが食べ終わりました。で、2位で俺が3位で、今食べ終わってないっていう状況なんですけど、いろいろやっちゃったねっていう、まあ、データがないって言ったけど、まあ、俺らの中ではデータ残ってるから、そんなカメラで撮ろうと、そんな携帯でパシャッと撮ろうと、そんなインスタのバイバイバイ撮ってるやつより頭の中にいいのを見立てた方がいいと思うぜ。風を切って走ってゆく希望の街へと、この結果は変わらねえから、お前が1位だ、そしてお前が2位、そして俺が3位、そしてお前が4位だこれは変わらねえ、この企画はこれは変わらねえんだ、刻んどけ。